今回は、プレミアリーグ第15節、ウルブス対ブライトンの三笘選手のプレーに対する現地の反応をご紹介します。それではどうぞ。本当に彼はプレミア1年目なの？なんだこのイカれた男は？誰が何と言おうが彼が MVP だね。いや今日の試合どころか今月のベストプレイヤーだよ。舞台の中心にいたのは三笘だった。カオルがセメドをアクムへと連れてった。トリッピアー、アーノルド、そしてセメドが三笘の餌食になった。次は誰かな？彼は勝利の鍵になる選手だ。彼がボールを触ることは点が入る合図だね。三笘は全試合スタメンで出すべきだね。彼を毎週スタートから見たい。クールな見た目と違ってプレーは熱々だね。彼はグリーリッシュより上手い。そしてサンチョよりも優れてる。彼が世界的にも最も優れたウィングの一人であることは間違いないね。おそらく三笘伝説はここから始まるだろう。彼の給料を増やしてあげてね。三笘との一生涯契約を報告する。